get ready. 雑談です。JK です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかお話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、水道橋博士さんのザ・テレテレビジョンの、生配信がありまして、それに行っておりました。今からで、まあ1年を振り返ってというか、朝やんもそのテレテレビジョンもまあ今年始まったあれでして、まあテレテレビジョンは22回かな、朝やんが26回かなありまして、まあいろんな方がゲストに来ていただいて、どれも本当に面白かったですね。ニコ生の方で劇団ひとりさん以外のはもう全部上がってるんで、あれはね普遍的なものですよね。だからこう流れていくようなものじゃなくて、いつ見ても本当にどれも面白いものだと思いますんでね、ぜひご覧になっていて、また YouTube の方でもダイジェストが上がってたりしますんでね、興味持ったらぜひ見てもらいたいかなと思っておりましたが、本当にいろいろあったというか、まあ駆け抜けた1年でありましたね。そんなことをやっておりました。でですわ、まあ朝やんの話はまあいいとして、見ましたですよ。まあずっとね、箱詰めもそうですけど、一挙放送やってるんで、まあ見たドラマをね、また一挙放送でもう一回見てね、ああこんな話だったか、どんな話だったっけ、ラストどうだったっけとか思いながらも見てたんですけども、見てないドラマもやってるんで、あと TVer でもねいっぱいあるんで、それをこうね追っかけ、いろいろこう見てるわけですけども、面白いドラマがというか多いですね本当に。で、その一挙放送じゃなくて、この最終回ね、 JK からやり直すシルバープランの最終回8話目、これご覧になりましたかね。まあ地味なドラマというか、そう目立ったドラマではなかったんで、見てない人が多いかとは思いますけども、これ意外にね面白かった、意外に面白かったというか、作り自体も面白かったですね。まあタイムスリップ、47歳だったか6歳だったかの、まあ女性が撲殺されて、で目が覚めると、撲殺というか、まあ鈍器で石で殴られて、気がつくと、JK に戻っていて、でもその殴られた時は不老者だったんですけど、JK の時はまあバブル期で、ゴリゴリの豪邸に住んでたお嬢様だったんですね。でお嬢様時代、高校生時代にまあ好き放題というかわがまま放題やってたんで、年バブルがはじけて、不老者というか、ホームレスですね。ホームレスになっちゃってたと。で、自分の未来は分かってるんで、じゃあ JK からちゃんとやり直して、人生100年時代と言われてるんで、ちゃんとしようと思って思い直したのが始まりというか、まあホームレスの時に拾って読んでた、その、シルバープランっていう本を実行すれば、いいよ、いい人生が送れると思ってやり直すぞと、女子高生で、からやり直すぞっていうとこが始まりで、ところがその読んでたシルバープランを書いてた人っていうのが、まあ、その高校の先生であったという話で、まあそこでいろいろを気づきながら、まだその時点では本を書いていないので、先生といろいろ相談しながらやっていくというドラマだったんですけど、これ意外に
意外にというかね、まあずっと面白かったですよ。で最終回だったんですが、まあ一個前に目が覚めたら、ホームレス時代に戻ってて、現代に戻っていて、であれあれってなって、で今ね西暦何年ですかって聞こうとして、マスクしてる通行人がねスマホ持ってて、でスマホを見て気づくんです。女子高生の時代じゃないんだね、30年前じゃないんだっつって、でどうしようどうしようって、まあでもね、ゴミを漁ってるところに、その高校の時に知り合ったカメラマン目指してた新次君そっくりなあのホームレスが来て、あれ新次君じゃないのっつったら違うっつって、で銀次だってね、でまあ話を聞けば、ダンスをやってたけども怪我で、で仕事がなくなっちゃってみたいなことを言ってて、でもこのシルバープランをね、人生にね、シルバープランの3本柱、これをやっていけば、なんていうんですか、復帰できるというか、できますよっつって、まあ高校生時代に戻って学んできたそのシルバープランを試すと、で、シルバープラン3つの3本柱なんだっつったら、人脈、学習、健康で、これをねちゃんとやっていけばいいんですよって、まあおさらいですよね。で人脈は、言葉で伝わるのは 7% でね、爽やかさと笑顔があれば人脈は作れるというような話があったりね、本当に全部おさらいで、メラビアンの法則というね、どんな言葉かっていう、言葉よりも、まあ、表情と声色が大切だよと、ね、言葉の、まあ、ほとんどその表情というか、で伝わることが多いという法則であったり、1.01 の法則ね、たった 1% の積み重ねが、まあ、1年では37%、8% 積み重なるんだみたいなこととか、あとは、何ですか、行動、これね、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、ね、人格が変われば運命が変わるっつって、まあルーティーンをね、改めていけば、習慣がそれで変わって、習慣が変わるとまた今度は人格が変わって、人格が変わると運命が変わりますよみたいなことを話されてて、でこれがまあ全部ね、シルバープランに書かれてるっつって試したら、ホームレスだったのが、いろいろ何ですか、支援のあれとか、うまいこと使うと、住民票も取れるし、マイナンバーが作れるし、で、携帯も持てるし、仕事にもつけると、でまあ脱出できるよみたいなことがあって、でその新次君とじゃあやっていこうって思ったら、また女子高生時代に戻って、気がつくと戻ってて、あれ夢だったのかな言いながら、まあ高校の卒業式というか、これからの進路をねどうしていくんだっつって友達と話していると、まあみんなは、進学したり、ね、専門学校行ったりするっていう中、この主人公の二宮さんは結局何も決めてなくて、まあ、人生100年丸ごと楽しみたいと、でそれどういうことですかって言ったら、まあ何も決まってませんっつって終わったんですけども、まあね、ところどころというか、こう、なんていうんですかね、いい話というか、なるほどとかね、こういろんな法則でもってこう語られてたりとかっていうのはね、これは生かす価値はありというかね、まあ騙されたと思ってっていう言葉は別に騙されてるわけじゃないんであれですけども、ちょっと試してみる価値はどれもありますね。特に本当に習慣ね、行動を変えて習慣を変える、例えば
すごくそれは単純なことですよ。毎朝目覚ましテレビを見てるのをチャンネル変えるだけとかね、TBS に変えるだけとか、テレ朝に変えるだけ、日テレに変えるだけで、もうそれで習慣変わりますからね、本当に普通に。で、ね、それでルーティーンが変わりますから、毎朝こうラビットを見るようにするとかね、まあそれだと今とあんま変わんないんですけど、なんかそういうとこからちょこちょこ変えていくと、こう生活のリズムが変わると。そうすると出歩く時間が変わってね、出会う人が変わったりとかっていうことがありますからね、っていうのはありますからねと思いながら、非常に面白いドラマでしたね。意外に面白かったというか、ナイツの花輪さんもラジオでちょこっとね、これ面白いんだっつって話してましたけど、面白いドラマでしたんで、これテレ東のね、水ドラ25って枠だったんで、次はこの枠何をやるのかちょっとまだ調べてないんであれですけども、まあテレ東のドラマもね、面白いドラマが多いんで、見逃せませんよね、本当に、と思いながら見ておりました。まだまだTVerでね、見逃し配信ありますんで、ぜひご覧になってくださいと。コントカメラマン、なんかこの音が流れると怖いですよね、カメラマン、ね、シンジ君がカメラをねずっとやってるって、で専門学校行ってカメラマンになるんだっつって言うんですけど、まあ最終回に出てきたその俺はシンジじゃなくてリュウジだっつってた、あの辺はやっぱりちょっとね、それだけのために出てきてた感じがあって、こう結構強引な作り手はありましたけどもね。そこ別にシンジ君でもよかったんじゃないのかな、あれか。でも高校時代にどっちのね、そうか、パラレルってるからね、世界線がこう変わってるからあれなのか、そこにシンジ君が出てくるともっとややこしくなっちゃうのかな。だからシルバープランを勉強してたのに、なんでじゃあそっちもホームレスになってんだって話になっちゃうとややこしいのか。じゃあ別の人、まあ別の人もう勘違いが必要だったかな。そうかとか思いながら見ておりましたが、ぜひね、見逃し配信 TVer で最終回だけ見てもね、もう本当に総集編、半分以上総集編みたいな感じでこう振り返り、こういうことが大事ですよみたいなのがあったんで、とても見やすい最終回だと思いますので、ぜひご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。間違えた、あれ嘘、間違えた、嘘じゃねえよ俺が普通に間違えた、こっちだ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。